お兄貴、キリの兄貴、ようご無事で。ハルトは取り返してきたぜ、ユータ。ハルト、怖かったよな。俺のせいでお前とお前の母ちゃんは。おう、やるぞ。もう帰るぞ。反純喜が撃たれた。ああ、誰にどこから撃たれたのかは分からなかった。犯人はその後すぐに消えちまったようだ。そいつも常雄の手のもんだろうな。しくじった反純喜にけじめつけたってことか。撃たれる前、反純喜は尾道の秘密を隠しているのがクルス会長だと言っていた。西洋会のローも尾道の秘密を気にかけてた。その秘密ってのは俺らが思っているより岩見恒夫や西洋会の殺し合いに深く関係しているのかもしれない。ほいじゃあうちの会長が何もかも裏で糸引いとるっちゅうことですかい。いや、クルス会長と常夫の親子は別個に分けて考えた方がいいな。特に常夫ってのは見かけほど父親の言いなりじゃねえんだ。どういうことです？もともと会長は常夫に裏の家業を継がせる気はなかったんだ。で、陽明連合会の跡目は小清水に継がせるつもりで若頭につけたんだけどな。ところがどっこい、いつの間にか常夫はその小清水を手なずきしまって自分のいいように動かしてる。岩見常夫はありがちな野心家の二代目だけどさ、それが案外無能じゃねえってのが厄介でね。クルス会長も苦い顔してるよ。親分はクルス会長とはどういう。まあ茶飲み友達みたいなもんかな。え、ほんまですかい。年取るとじじい同士でしか話せないこともあるからよ。ただそれでも俺は尾道の秘密なんてもう会長から聞いたことがなくてね、いまいちピンとこねえんだよな。ありもしない秘密が噂だけで一人歩きしているってことかもしれません。あの、それより兄貴、ハルトは今夜どうします？ここに置いとってもまた本家の連中に狙われるかもしれんで。とりあえず今夜は俺のアパートに連れて帰る。この町はあそこが一番マシだろう。あ、そうっすか。お前も来い。狭いとこだが何とでもなる。いいんすか。ああ、遠慮なんかするな。ありがとうございます。ハルトが無事でほんまによかったですわ。
なんだてめえ。しろ。強いな、お前。こんな楽しかったのが久々。あんたと一緒にいたら。時間食っちまった。誰に誰にこっち見よんなら、いい暇つぶしになるかの。しばらく寝てろ。いらっしゃいま。ありがとうございました。カズマ君、豆腐いかがですか？毎度ありがとう。またよろしくお願いします。カズマ君と次はよろしくお願いね。
思議なもんすね。兄貴は血なんてくだらねえもんだって言ってましたけど、やっぱり自分の息子だって思うと、なんていうか、こいつを守るためだったら本当俺自分なんかどうなっても構わねえなって。そうか。俺はガキの頃ずっと荒れてました。物心ついた時には施設に入れられてて、ダチといえばそこの悪ガキだった辰川くらいでした。自分を捨てた親を恨もうにもその顔も思い浮かばねえ。もうどうでもいいって思ってましたよ。そんな感じだったんで、広瀬一家の杯受けたのも辰川に誘われるままだったんす。あれは今思えば舛添と一緒になって俺を監視しやすくするためだったんすよね、きっと。でも俺は広瀬一家で初めて家族ってもんを感じたんです。広瀬のおやすさん、南雲の頭、松永の兄貴、田頭、その頃は辰川もマジで家族だったんす。小さい所帯の組でも俺は広瀬一家のもんとして自分がいてもいい場所があるってのが嬉しかった。はるかもお前と似たような生い立ちだ。ええ、彼女から話聞く前からそれはなんとなく感じてました。人との距離感とか接し方とか、そういうの見てると分かっちまうんです。血のつながりってのに甘えることができなかった。俺と同じ苦労をしてきた子なんだってのが。なのにそのはるかちゃんが俺の血のせいでひでえ目に。広瀬一家の家族にも俺は、はるかちゃんとのこと隠してえらい迷惑をかけちまった。ずっと彼女と春人をかくまってくれたおやすさんにはもう言葉もねえ。だからきっちり俺がけじめをつけねえと。どうしたいんだお前は。明日神室町へ行きます。ん？西洋会に乗り込んでローと話をつける。春人のことも俺のこともきっぱり諦めるように話してみたいんです。簡単に済む話じゃねえことは分かってます。でもそうしない限り、はるかちゃんもはるともずっとつけ狙われちまう。俺も同じことを考えてた。え？お前は自分のその意思をはっきりローに伝えろ。そして奴がもしそいつを飲まねって言うなら、俺がこの手で西洋会を潰す。兄貴、俺とお前二人でケリをつけるんだ、ユータ。はい。兄貴、南雲の頭たちに心配かけたくありません。神室町へ行く前に一言知らせときましょう。時間食っちまった。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。なんや、言いたいことでもあるんか。後悔するぞ。しばらく寝てろ。おお、兄貴、お疲れ様です。うっす、お疲れ様です。広瀬の親分は？いや、またフラットどっか行っとるようで今おりませんわ。おやさんに何か用で？そういうわけじゃないんだが、これから俺とユータでカムロ町に行く。ハルトも一緒だ。カムロ町に？ああ、西洋会に話をつけにな。俺の実の父親ってのと縁を切りに行ってきますよ。自分の息子守るために父親となしつけなきゃならないってのもおかしな話っすけど。ほう、ほいじゃあわしも行きますけ。チートを待っとってつかさい。支度します。いや、今度は俺とユータの二人だけで行く。お前らは広瀬の親分についててくれ。陽明連合会の出方次第じゃ広瀬一家ものんきにしてらんねえはずだ。え？なんでですか？昨夜腰水をビール瓶で殴ったのはお前だろ。まだ本家からは何も言ってこねえのか？ええ、本家は今それどころじゃなあですけ。ん？何かあったのか？朝舛添の死体が見つかったんですわ。眉間に玉黒で海に浮いとったらしいで。何だと？西洋界に消されたっちゅうことですかいの。あいつも達川と同じように組織から抜けようとしとったんじゃけ。わからねえ。だが昨夜の半純義も銃で撃ち殺された。もしかしたら二人を殺したのは同じ奴かもしれないな。なんや、不気味じゃの。尾道もカムロ町もどこにおっても安心できんちゅうわけか。あの桐生の兄貴、
こっちもいろいろ心配っすけど、そろそろカムロ町に向かいませんか。俺はもういつでも大丈夫っす。兄貴の準備ができ次第すぐにでも行きましょう。兄貴、もうカムロ町へ？ああ、行こう。わかりました。行きましょう。ユータ、まずはセレナに行くぞ。アジア街に行くならハルトは連れて行けない。伊達さんに安全なとこでかくまってもらう。ええ。ハルト君、久しぶり。ママ、また面倒かけることになりそうだ。伊達さんは？あの人に用ならすぐ呼ぶけど。ああ、頼む。ハルトを伊達さんに少し預かっててもらいたいんだ。できたらこの店以外のどこかで。え？もしかしたらハルトを狙う奴が襲ってくるかもしれない。あ、わかった。ちょっと待ってて。こいつがハルカとな。でもよ、本当にこいつなのか。俺だとなんかまずいんすか。ハルカのことはガキの頃から知ってるんだな。広島の若いヤクザとそんな風になるなんて思ってもみなかった。おまけに俺は中国マフィアのボスの子ですよ。分かったよ。キリュウが何も言わねえのに俺が愚痴ってもしょうがねえやな。ていうかキリュウ、お前はいいのかよ。俺はもうこいつの鼻がもげるほど殴ってやったんだ。なんで、やっぱりそうだったのか。伊達さん、ハルトの保護を頼めるか。ああ、なんとかする。そっちは任せてくれ。それよりカムロ町で動きがあったぜ。尾道から岩見恒夫が出てきてるぞ。何？いつこっちに？昨日、東条会の本部で菅井と会ってるようだ。他にも陽明連合会の極道らしいのもカムロ町に集まってきてたな。そのせいかアジア街の採用会もピリピリしてる。嵐の前の静けさって感じだ。岩見恒夫はカムロ町に何しに来た。前にお前から聞いた小清水と染谷の杯は流れたって話だったんだが、またそれを仕切り直しに来たのかもしれん。兄貴、詳しいことはわからない。ああ、じゃあ俺ちょっと電話してみます。うちの親父さんなら何か知ってるかも。兄貴、ハルトのこといいすか。ああ。なあキリュウ、採用会となしつけるっつっても今ってのはタイミングとしちゃ最悪だぜ。アジア外の警戒レベルはかなり高くなってんだ。もう少し待てねえのか。そうも言ってられねえさ。半巡儀に夏添え、どんどん死人が増えてんだ。
おい、あいつ戻ってこないな。電話まだ終わらないのか。ユータ。こいつはユータの。どうした、キリュウ。ユータがいない。どこかへ消えた。消えたって、おい、まさかあいつ一人でアジア街に。わからねえ。だってさ、悪いがハルトを頼む。ああ。你们都知道我是谁，对吧？我来见我老子。如果他不在，我可以等。把两手张开。别碰我。现在的我没酒就没法子跟老爹说话。